XB-42 に XB-42 ミックスマスター、ダグラス XB-42 ミックスマスターは、アメリカ合衆国で、第二次世界大戦中にダグラスエアクラフト、以下、ダグラスによって開発が進められていた、試作爆撃機である。空気抵抗を最小限にするために主翼を改良し、推進式プロペラを機体後部に配置するなど、従来にない、 様々な革新的な試みを盛り込んでいた。しかし戦後新たなパワーアーソース、推進力として、ジェットエンジンが登場したため、正式採用されることはなく、試作のみで終わった。なお、XB-42 をジェットエンジンに換装した、XB-43 も開発が進められたが、こちらも、正式採用されなかった。B-42 計画とは、レシプロ機としては、 高速を出せる機体を生み出すためのものであった。当時の航空機のパワーソースは、レシプロ動力、ピストンエンジンがほとんどであったが、すでに新技術である、ジェットエンジンも実用化されつつあった。実際に、ドイツでは、ジェットエンジン搭載の爆撃機の開発が進められては、いたが、当時のジェットエンジンは、重量と比較して推進力弱く、かつ燃料消費量も莫大であり、 航続距離も極端に短かった。そのため、ダグラスは、レシプロ機の次期爆撃機の開発に着手するが、この計画コンセプト自体アメリカ陸軍航空軍、現在のアメリ空軍と連携を取って進められたものではなく、当初は実用化される見込みは、全くなかった。しかし当時進められていた重爆撃機 B-29 の開発が失敗した、際の保険。 後継機という位置づけとしてから開発が承認され、予算を獲得した。開発された機体は、当時のレシプロ動力飛行機としては、優れた高速性能を発揮したが、正式採用には至らず、純ジェット機、XB-43 に改造されるも、これも採用には至らなかった。高速爆撃機、XB-42 の開発は、 アメリカ陸軍航空軍の要請を受けたものではなく、当初はダグラスの自社資金によって進められていた。その後1943年5月、軍部より開発計画が提示され、この計画に対し2機の試作機と1機の機体構造試験機の受注に成功した。当初、XB-42 は中型攻撃機に位置づけられていたため正式名はソマイナス42であったが、 その後、爆撃機の分類とされ、XB-42 に変更される。開発時は、第二次世界大戦中であり、ダグラスでは、爆撃機や輸送機の大量生産に追われている中ではあったが、事前に開発が進められていたこともあり1944年5月6日に、初飛行に成功した。機体コンセプトは可能な限りの空気抵抗をなくす、ことを目的としていた。 牽引式プロペラでは、機体全部に設置するため機体を引っ張る型になり、機体周辺を流れる気流を拡乱することになり、空抵抗が大きくなる。それを解消するため、機体後部にプロペラを設置する推進式、プッシャー式を採用していた。なお、このデメリットを解決する手段として主翼にエンジンを設置することも出たが、ダクラスではこの方式は、 エンジンなせるという空気抵抗が生じるとして採用しなかった。さらに機体の空気抵抗を軽減するために防御用火器である機関銃を左右主翼公園に内蔵しており使用時のみ遠隔操作で重心が扉から姿を出す構造になっていた。操縦席は通常のものでは空気抵抗を生み出すとして独特のものを採用した。 二人の操縦乗員にほぼ360度の視界を確保するため、別々の水滴型キャノピー、風防を機首上左右に並べて設置していい。その結果、まるで二つの目がついているような外見をしていた。しかしながら、この方式は、乗員間の意思の疎通の障害、いちいち機内電話で会話しなければならないとなり、緊急事態発生時に迅速な対応ができない恐れがあった。 この水滴型キャノピーは同じダグラスの C-74 でも当初は採用されていたがユーザーたるパイロットに不評だったため後に通常のものと交わされた。推進力を生み出すエンジンとしてアリソン社の V-1710V 型中に気筒液冷エンジンを搭載していた。このエンジンは当時のアメリカの戦闘機などに装着されていたものであったが爆撃機に 液冷式のエンジンを搭載した例は、ボーイング社の I1 バイトから旧試作爆撃機、1931年新空以来のことであり、当時のアメリカの輸送機や爆撃機で主流となっていた空冷エンジンを使用しない、機であった。なお、XB-42 が液冷式を採用したのは、機体内部にエンジンを押し込めたため、空気冷却ができなかったからに他ならない。プロペラは、 レシプロエンジン2機で作動した。またエンジンは、他のレシプロ爆撃機が、機種内し主翼に搭載していたのに対し、胴体全部の内部に収納されていた。そのためプロペラを稼働させるため、延長軸を使用して、胴体後部のプロペラに動力を伝えていた。またプロペラは二重反転式を採用していた。この方式は、プロペラ交流の変更を制逆回転の組み合わせで、操作できるため、 垂直尾翼の小型化が可能となり、空気抵抗の減少やプロペラ効率の向上などが得られるというメリットがある反面、複雑な機構となり、高度の技術が必要となる。実際に同時期に開発されていた UV-35 でも、この二重反転式が採用されたが、わずかな飛行回数で、エンジンに金属疲労を生じており、通常のプロペラに換装された事例がある。 しかしながら、XB-42 のそれは、レシプロエンジンでは、例外的に成功していた。相性の、ミックスマスターは強力な推進力が生み出す渦を連想して付けられものであった。なお、大口径のプロペラが後ろにあるため、万が一乗員が緊急脱出する際には回転する、プロペラに巻き込まれる、危険性があり、脱出直前に、プロペラの結合部を爆破して、 先に脱落させて安全性を過多することとしていた。この XB-42 は1944年12月にロングビーチからワシントン DC までのアメリカ大陸横断飛行で平均時速時速 704km433.6mph の速度記録を作り高速性能を示した。結局第二次世界大戦後には レシプロ爆撃機が活躍する場が失われ、XB-42 が正式採用されることはなかった。XB-42 のうち1機は事故で喪失した。残された1機は改良型 XB-42A に改造された。この機体では主翼にウェスティングハウス社の19バイトから2ターボジェットエンジン2機を主翼下に吊り下げたため、 レシプロジェクトの混合動力機となった。この改造により、最高時速は時速 785km にまでアップした。だが1947年に22回目の試験飛行の着陸時に損傷し、修理されずそのまま退役した。ダグラスでは、XB-42 を純ジェット化した XB-43 ジェットマスターを開発し、これは、 アメリカ合衆国で最初に飛行したジェット爆撃機となった。だが、胴体にジェットエンジンを埋め込むコンセプトは、後のジェット機の主流にはならず、こちらも正式採用されなかった。戦後最初の戦略爆撃機は、XB-42A と同様なジェットレシプロ機の B-36 戦略爆撃機であったが、朝鮮戦争時には、 実戦投入されず1958年に退役する。B-36 の退役をもって、アメリカ空軍の保有する爆撃機はすべてジェット機となる。なお残された、XB-42A であるが、1949年に登録抹消され、国立航空宇宙博物館で保存されることになり、分解後運搬されるが、主翼部分は輸送中に紛失してしまう。 また、ダグラスは、XB-42 の設計を低翼に変更し、エンジン位置を移動させて胴体部に最大48席の客席を設けた、旅客仕様の DC-8 スカイバス、後のジェット旅客機の DC-8 との関連はない、を構想て、航空会社に売り込んだが、関心を集められず、実現することはなかった。XB-42 初期制作時、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。